今最も運転の楽しいバッテリー EV。一気に開花した電動化技術。2000馬力超えのハイパーカーから豪奢なサルーン、小さなホットハッチまで。多彩なモデルが登場しているが、キュアなドライバーズカーとして。開発された最初の一台と言えるのが、ヒョンデアイオニック 5N だ。ヒョンデの高性能部門。 N パフォーマンスは絶好調。フォードフォーカス RS の開発を率いた一人、ギロン・ジョンソン氏を招聘するなど、優れた人材確保にも意欲的だ。内燃エンジンで走る i30 や i20 のホットハッチ仕様は、クラス最高の仕上がりにある。かくして主観だけでなく客観視しても。 アイオニック 5N は今最も運転の楽しいバッテリー EV だ。通常のアイオニック5をベースに大幅な手が加えられている。早速、詳しく見ていこう。ボディシェルは溶接ポイントを42箇所追加し、光合成化。接着剤は 2.1M、長く塗られている。ステアリングとモーターのマウント。 サスペンションサブフレームは強化された専用品が組まれる。駆動用モーターは2機乗り、フロント側は 226PS、リア側は 383PS を発揮。システム総合での最高出力は通常 609PS となる。オーバーブースト機能を用いると最大10秒間 650PS へ高められる。 駆動用バッテリーは8 4 k w ー。急速充電能力も最大 350kW までとかなり早い。パワートレインの熱管理は共通の課題と言えるが、ドライブモードを N レースへ切り替えると、わずかにパワーが絞られ加熱を抑制。8分切りのペースでニュルブルクリンクノルドシュライフェを2周できるらしい。 エンジン車に乗っているような変速機能。インテリアはサポート性の高いシートと光合成なペダル。上質な内装素材などでアップグレード。高性能であることを静かに主張する。レイアウトは論理的で主要な機能には実際に。押せるハードボタンが用意され、運転中でも扱いやすい。 ステアリングホイールには4つのボタンが追加され、6種類のドライブモードとオーバーブースト機能を操作できる。任意のプリセットを保存も可能だ。駆動用モーターの反応、ステアリングの重さ、ダンパーの硬さ。リアのリミテッドスリップデフの機器、スタビリティコントロールの介入。ヘッドアップディスプレイのグラフィックなどが調整可能。 合成エンジンノイズもオンオフできる。その合成ノイズをオンにすると疑似負けな変速機能を有効にするかも選択できる。内燃エンジンの高性能モデルに乗っていると勘違いするほどリアルなのが面白い。N ブレーキと呼ばれる機能で回生ブレーキの強さも任意に調整できる。最も強くすると アクセルオフで ABS が動作するほど強力な減速を得られる。フロントとリアの駆動用モーターはトルク発生の割合を指定でき。ドリフトオプティマイザーと呼ばれるドリフトで遊べる機能も実装。そもそもクラッチ操作は不要だが、ローンチコントロールも備わる。電圧 800V の電動パワートレインは極めてタフ。 20分間ハードに走り、20分充電し、再び20分攻め立てるというルーティーンを連続でこなせるそうだ。例、時速 100km 加速は3.4秒が歌われる。トップレベルの動的能力体感以上の回答性。ドライブモードの変化度はかなりワイド。広いサーキットを数周しただけでは、すべてを理解しきれない。 決めた実力の全貌を一般道で引き出すことも不可能だろう。ドライブモードを一つ引き上げ、合成ノイズと変速機能をオンにしてコースイン。ホットハッチの i30N に搭載される8速 AT の開発技術者がこのシステムにも携わったとか、内燃エンジン車に乗り慣れている筆者にとって、この二つのギミックはサーキットで有効。 車の状態を把握する要素として。エンジンノイズがあるとブレーキングポイントやコーナリングラインを探りやすい。合成された音だから確かに多少の違和感はある。内燃エンジンが珍しい機械に感じる時代が来たら余計な音に聞こえるかもしれない。そんな時はオフにすればよい。少なくとも筆者はこの機能を気に入った。 アイオニック5の動的能力はトップレベル。車重は 2235kg と軽くなく、ダンパーをハードな状態にしても、加減速時のピッチや旋回時のロールは小さくない。その代わり、負荷に応じてステアリングが重くなり、確かな手応えが伝わってくる。ブレーキもバイワイヤ制御なことを感じさせない。 ペダルの重み付けは一般道での使い勝手を考えればちょうどいい。ブレーキを引きずりながらコーナーへ突っ込めばフロントノーズが効果的に食らいつく。前後のトルクバランスを変更せずともポルシェ体感以上の回答性を披露する。コーナリングラインの調整域もより広い。一般道でも重速感はずば抜けて高い。 リアモーターの方がわずかにパワーがり、タイヤは275、35R21 のピレリ P0。前後の重量配分はほぼ均等だ。スタビリティコントロールをオフにすれば、ドライバー次第で思い切り振り回すこともたやすい。コーナーの頂点を過ぎたら、グリップを生かしつつテールスライド。高速コーナーでも、 わずかにオーバーステア傾向を示すほど。同社の技術者はドリフトマシンではありませんが、ドリフトは可能です。と控えめに話すが極めて楽しい。ドリフトオプティマイザーも特質に値する。濡れたスキッドパンではアクセルレスポンスが尖すぎる印象ながら。テールスライドの練習には公的だろう。一般道でも、 重速感はずば抜けて高い。欧州仕様として仕上がったアイオニック 5N は若干しなやかなダンパーを得た。それでも通常のアイオニック5よりはハード。ステアリングは正確で反応がシャープで小気味いい。荒れた路面でも安定性は高いが鋭敏さも備わる。フォーカス RS だけでなく、 三菱ランサーエボリューションにも通じる個性がある4本のタイヤがアスファルトをつかみ加速力も驚異的フォルクスワーゲンゴルフ R のようにただしアイオニック 5N はアクセル音でのライン調整が一層なめざわだ確かに車重は 2.2t を超えるため妖精のように身軽なわけではないしかし 適正な運転姿勢と正確な操縦系が相乗し、カーブへ積極的に飛び込んでいける。ハードに攻め立てるほど、アイオニック 5N は小さく感じられていく。従来的な運転の楽しさを見事に上流。ロングドライブでの快適性も大きな魅力。ダンパーをソフト側に振れば、長時間の移動もリラックスしてこなせる。 サーキットを走った時とは全く違う車へ乗り換えたように。それほどドライブモードが叶える特性の幅は広い。さて、この車の英国価格は64,956ポンド、約1,228万円から。かなりの金額だが、電動パワートレインの性能や動的能力。 広々とした車内空間などを加味すれば納得できる範囲。むしろお手頃なドライバーズカーと言ってもいいだろう。わずかに人工的な印象は拭えないが、従来的な運転の楽しさを見事に上流したと言えるバッテリー EV のアイオニック 5N。ギミックのエンジンノイズや疑似変速モードを備えていても、その楽しさはリアルだ。 高度な電動パワートレイン技術にもうならされる。ドライバーとの高次元での一体感を実現した画期的なバッテリー EV だと言っていい。数時間試乗したものの、まだ探り足りない気分だった。2024年の英国ベストドライバーズカー選手権へノミネートすることは確実だろう。まだだいぶ気は早いけれど。 ヒョンデアイオニック 5N 欧州仕様のスペック。英国価格六万四千九百五十六ポンド約一千二百二十八万円。全長四千七百十五ミリメートル全幅、千九百四十ミリメートル全高、千五百八十五ミリメートル。最高速度、時速二百五十九キロメートル零時速百キロメートル加速。 3.4秒。航続距離4 4 7トル電費5 1ロワット車両重量2 2 3 5ラムパワートレインツイン永久磁石同期モーター。駆動用バッテリー8 4 0アワー急速充電能力キロワット、最高出力 650PS オーバーブースト時最大トルク 75.7kgm ギアボックス1速リダクション4輪駆動